それぞれの思いを乗せた優駿たちがここに集結しました。用意された舞台を駆け抜け頂点に立つのはどの馬か。いよいよ発走です。スタートしました。ローズキングダム、これはいいスタートを切りました。オーケンブルースリー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してローズキングダム鼻に立ちます。その後ろからはオーケンブルースリー、この馬も上がっていく構えです。さらには当選ジョーダン、10番レーシンフラッシュ、その後ろその外からトゥーザグローリー、並んで16番サクラローレル、これに続くのがペルーサ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。ルーラーシップすぐ後ろ、その外にレッドディザイア、すぐ後ろに名勝ベルーガ、黄色の帽子ダノンシャンティ、その後ろその横にドリームジャーニー、内からはネバブション、その隣にブエナビスタ、すぐ後ろにビクトワールピサ。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。並んで3番ポゲッタブル、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度6番ローズキングダム、一気に先頭に立ちました。2馬身から3馬身のリード、少し開いてサクラローレル、その後ろからはレーシンフラッシュ、少し離れてペルーサ続いています。すぐ後ろにルーラーシップ、並んで11番トゥーザグローリー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてローズキングダム。ローズキングダム後続を引き離します。サクラローレル先頭に襲いかかってきました。レーシンフラッシュ、3番手ビクトワールピサ、この位置から届くのか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサクラローレル、4コーナーカーブから直線コースに向きました。サクラローレル先頭、残り 200m を通過して一気に後続が襲いかかってきた。後方から一気にビクトワールピサ、サクラローレル先頭だ。サクラローレル、サクラローレル1着、2着はビクトワールピサ、サクラローレル見事このレースを制しました。